き調子はどうだい。あもうねそういうのやめたんだ。うんなんかもう回復の見込みはないそうなんだ。何も聞かないでくれ。後悔ねぶみで初回介護へ共有もされんだが、はいそうです、正真正銘僕のせいだった。よくある話、単純明快をものにしたくて、かくあるべきという理想を殺して、もう散々だって逃げる勇気もない。早くもっと落ちて生きていたいよ。